こんばんは。こんばんは。はい、どうも、今日はね、6月19日。あ、19日です、はい。はい。オタク惑星第28回。はい。第28話になりましたね。はい、どうもどうもどうも。なんだかんだで28回目ですね。ねえ、はい、はい。早い話で。うん、早い話っていうか、なんか週1回ね、どうにかなんかやってますわな。なんとか。なんかやってますわな。なんか梅雨らしいっすね。そうっすね。今日も。なんか今週は梅雨らしいみたいですよ。まあ今日からちょっと、まあうん、グダグダ週末まではちょっと天気がグダグダ感じ、うんね、こんな梅雨の最中ね、大阪ではちょっとね、あの地震とかあったみたいで、ね、痛ましい事件、ね、大変だね。はい、ね、日本ちょっとね、最近地震も多いですね、うん。多くてちょっと良くないのかな。良くない。まあ、うん、なんか南海トラフ ああいう話って結構出回ってたからさ、うん、南海トラフね、うん、なんかかっこいいね。かっこいいのか、うん、よくわからん。おい、南海よくさ、そうニュースとかであるけどさ、よく分かってないのよね、地球の現象っていうのがさ。ああ、まあなんかこうずれてんの。そうそう、断層ずれてる。断層がずれてんのね、うん、でね、まあいろいろニュースがね飛び込んできましてね、うん、最近今日ね、ふとね、ツイッターで、いつもツイッターでね、情報源、ほとんどツイッター。そう、まあね、うん、ちょっと田舎なもんで、ね。そうね、ツイッターで見てたら、なんと、はい、ミスター・トランプ、アメリカのね、あ、はいはい、ミスター・トランプが、はいはい、宇宙軍を、はい、宇宙軍宇宙軍を設立したいと、のたまっておりまして。いや、素晴らしいことを言ってますね。そうですね。あ、なんか SF の世界に入り込んできましたね。あのね、まあこいつはなんだけどね、実は存在してたの、宇宙軍って。うん、まあね、そう、そういう話は。そうそうそう、うん、2000年以前はね、宇宙軍って一応名前があったんだけど、うんうん、まあね、まあ、宇宙にもうこれ以上金使って飛ばしても、ロケット飛ばしてもあんま意味ないなと。あ、うん、月に行っても別にどうってこうねえなってこうなっちゃって、まあ今ね、開発はほとんどしないと。宇宙開発はね、たまにこう宇宙ステーションに行くぐらいのね、ことしかしてない、衛星飛ばすみたいな宇宙開発はしてないんだけど、はい、これをきっかけにまた宇宙開発をね進めちゃうんですかね。なんとも言い難いですね。宇宙開発か、どうなのかね。おっと、タイマーが鳴ってましたね。何のためにタイマー、うん、一応ね、あのね、15分測るためにね、ストップウォッチを使ってるんですけどね、今回ってます。今見たら、あれ0秒じゃんみたいな。やってませんでした。あれ、え、今止まった？ん、どうなんだ。あ、ちゃんと鳴ってるのね。よかった。50秒、51秒。お、すいませんね。宇宙軍、はいはい、宇宙軍ね、どうなんでしょうね。お金使って、うん、なんかその他国のに負けるわけにいかないみたいなさ、こと言っちゃってるんですよ。あーんって、今さらロシアはなんかそういうのするかねと思ってさ、なんかロシアってさ、名前が出ててさ、出てんのよ、そのまだ言ってんのみたいなさ、うんって、コストに見合ってるんですかね。どうなんですかね。こう僕たちみたいなそのオタクからやすれば、そのなんかまあときめく話じゃないですか、宇宙軍なんて。そうですね、見てください、このマクロスもね、 あの宇宙軍ですよ。そうです ね、そういう設定でしたね。そう、ただこれって地球上の戦争じゃなくて宇宙人との戦争じゃん。そうですね、うん、宇宙からね、そう、宇宙からの、そう、宇宙からの防衛じゃないですか、うん、そうです。なあ、地球相手に宇宙開発みたいな。いや、そうね、例えばさ、宇宙からなんか飛来してきましたよ、はいはい、ね、って言ってて、あ、宇宙軍作んなきゃいけなくないみたいな話だったね。おうおう、それはやるべきだって思うんですけど。そうですね、うん、今このタイミングはどうなんですかね。やっぱこうトランプだからね、やっぱこれね、お金なんだろうなって思っちゃうんですよ。もうね、はいはい、ね、まあ、横島なのかも、俺が横島なのか知らんけど、やっぱね、こうぶっちゃけ戦争需要っていうのがあって、世の中には、そうね、第一次大戦、第二次大戦においてもさ、
戦争のおかげでこういろんな産業が発展したり、うん、物が売れたりとか、うんうんまあ、もちろんそのおかげでなんか不況もあるんだけど、いろいろありましたね。そう、はい、うん、なんだけどさ、やっぱりこう生産をするっていうのがやっぱりこう一番手っ取り早いというかさ、うん、あのお金に なるんだよね。今他国今戦争してないからさ、宇宙開発なのかなって思っちゃいましたね。なんかよこし、ね、本当になんか国を良くしようと思ってるんじゃなくて、うん、もう金儲けなのかなって、まあ、うん、まあいろんなとこから税金をどうのこうのって言ってからね、うんうん、まあもちろんね金は生産をすることで国が潤うんだけどさ、うん、生産しただけじゃダメなんだよね。その分なんかないとさ、生産しただけじゃねインフレ起きちゃうからさ、すごいね、うん、物を作っても物が売れなきゃどうしようもないしね、うんうん、そんな感じで、まあ、宇宙開発かどうなのかなって思います。そんなもんまだ何十年先の話になるんじゃないかなと本当に思うんだけど。そうね、そうね、うん、でもさ、うん、ケネディがこの10年間でね、あの日本人間を月に送るって言ったら実現してきたわけじゃん。60年代に、ね、60年にね、はい、あと10年内にって70年代ぐらいにはもう月に飛ばすよって言ってやって、うんうん、やったわけだからさ、ね、まあ金を無限に使えば多分あと10年20年で、まあ、いく何とかするんじゃない。そこのお金の発生源ですけどね。う、うん、まあその分ね、あのアポロ計画以降アメリカっていうのはかなりねきつい時代になったんですけどね。まあ、僕たちの本音としてはこうときめきもするんだけど、実際問題なんか不純な感じで、うん、なんか違うんだよ、そういうもんじゃないんだよ宇宙開発って ね。もっとこう熱い血潮で開発しようし、本当になんか本当になんかいろんなものを探りたいから、うん、土星に行きたいから宇宙開発とかそういうのだったらいいんだけどさ、そう、ね、あーって思うんだけど、戦争のなんか続きだったらいらないかなって思いますな。ですね、うん、日本人じゃなかった、もう地球人同士でやり合うっていうのはちょっと、そう、もういいでしょう、ね、もう血を流さなくていいでしょうね。と思いますわ、うん、というわけで今日 あのお題は、まあ、宇宙軍と、あとね、ちょっとあのひーちゃんがね、またねこのライフさせぼはい、はい、あのよくね、僕ライフサセボをこう見せるんだけど、まあ何回も、ん、これ2回目か。まあそうですね。そうね、ライフサセボ、ライフサセボのなんか回し物みたいに思われるかもしれないけど、全くライフサセボの回し物ではないです。はっきり言って。まあたまたま持ってきていくこういうネタがありますよ。はい、そうなんですよ。でね、今回はね、あの、はいはい、あの、よいしょ、あのですね、よかった。ここね、あのね、全国を回ってる、なんかリヤカーでね、あの全国を回ってるあの飲み屋さんの記事があって、はいはい、これはね、これ実はね、ちょっと、まあ、僕のツイッターにもこう実は写真上げてるんですよ、この人に。知らないよ、知らないよって見て、ツイッターに僕はこう、はいはい、まあ、こうちょっと乾杯してるところを上げてるんですけど、はいはい、ちょうどね、僕がね、その時飲みに行った時にちょっとこだててて、はい、もう全然知らなくて、なんか、いや、立ち飲みやってんですよみたいな感じでさ、はいはい、言ってたからさ、ああそうなんですかって言って、まあ一杯だけじゃもらいますみたいな感じで言ったらさ、全国回ってる、すごいなと思って、で結構若いのよ、まあ、これで見て、その、28歳っていうのが分かったんだけど、はいはい、若いね、28歳、そう、見た目もね、かなり若いんだろうなと思ってさ、うん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 、で若いのにそう全国回ってそういろんなその何そのみんなでね乾杯したいっていうさのこう話聞いていいねと思って、若いうちにそういろいろねこういうなんかチャレンジできる人ってすごいなと思ってさ、うんうん、なんかそうね、羨ましいよね、そう羨ましいで、うん、すごいなんかお酒が好きなんだなって分かる、なんかなんちゅうかな、本当にお酒とそのお酒をが作る場所がを愛してるみたいなさ、はいはい、うん、感じで、俺
なんか、あ、ほんといいなと思ってさ、うん、この人ね、すごい良かった、あの、喋っても良かったし、この記事、そう、ひいちゃんがそれ、突っ込んでいった、これライフさせば、お前ら名前間違ってるぞ綱吉だわ、縄吉だわで、ちゃんとチェックしろまあね、いいんだけどさ、別に本人は嫌だろうけどさ、まあ本人的問題になるからね、本当にそうそう、嫌がられると思うよ、名前間違ってます、うん、お願いだから訂正してね、そうそう、ちゃんとチェックしろでね、まあね、まあ楽しさは伝わってるからいいんだけど、で、その後の佐世保人的ライフスタイルっていうのがあって、まだネタがあるんだ、そうそう、あ、なんで、いやいや、これ面白かったなと思ってさ、佐世保のライフスタイルの、はいはい、一体どんなものにお金使ってるのかとか、はいはい、うん、どんなことに時間割いてるのかみたいなさ、うんうん、なんか調査みたいな、簡単な調査があって、そうですね、これですね、はいはい、あのね、あなたの趣味ここね、俺おっと思ったので、趣味にね、かけてるお金がいくらなのかっていうのがあってさ、はいはい、ですね、全体の 65% が約ね、うん、65% が5000円ない、5000円って、いやいやいや、びっくりしちゃった、そうなの、 65% ってことはもう半分以上が趣味を持ってる中の半分以上が5000円内でさ、趣味をやってるんだよね、何無理じゃない無理じゃないいや、何をしてるんだ、あ、いや、まあ趣味だからね、あの、まあまあまあ、遊びの中でやってることもあるし、うん、でもウォーキングとかでもさ、靴とか高いじゃん、ウェアとかさ、まあね、うん、釣りもそうだしさ、ね、だって、まあ、映画鑑賞とかさ書いてあるけど、映画鑑賞って1回行くだけで1800円だよ、そう、もう2000円近く取られるんだからさ、2回行けば終わりだよ終わり終わり、うん、月2回しか行かないのに趣味っていうのはちょっとどうかなって思うけど、うん、ね、月2回ぐらいの普通にまあ見てる人じゃないと、なんか、まあ、フラダンス、まあ、そう、どれも結構金かかんない、うん、5000円、そうだね、5000円って何してんだろうな、ゲーセンで遊ぶぐらい、うん、その辺り、ね、でね、一番高い2万円以上、うん、はいはい、全体の 6% ぐらい、うん、2.4%、はい、6.4%、 2万円以上、僕たち 6% ぐらいの人種ですね、はい、じゃあ全体の俺多分その一丁下だと思うんだけど、ね、うん、あの、使ってそんくらいの金額だから、市民的にはそれでも、うん、それでもこんなもんよ、2.5 とかよ3だな、2.3、うん、3、あ、2.3 ぐらいよ、うん、ああ超絶少数派まあちょっとあの、うん、我々年もいってますんでね、あの、使えるお金っていうのはまあやっちゃうっていう可能性もあるんやけどねまあでも、ね、うん、でもこれ確かにあのね、やっぱりお金使わないとね、経済回っていかないからね、そうそうそう、うんうん、昔から言ってるもんね、うん、そうなんですよ、これは、ね、だってさ、6% しだよ、2万円以上ってどんだけだよって思うんですよ ね、次ね、まあ僕これは、まあ、僕個人的にね、タバコを吸うか吸わないかって、はいはい、で吸う人が 11%、 吸わない人が 89%、多いね、これね、いや、これ20年前だったら逆転だよね、そうね、うん、確かに、これはまあ、要因の一つはやっぱ値段が上がったっていうのも、いやいやいや、値段上がったからってさ、そういうのやめるって、あ、まあ、吸い出しますか、あ、もうねと思ってさ、びっくりしちゃった、やっぱり、なんかこう、タバコみんな吸わないんだなと思って、うんって、でね、その反面さ、お酒を飲む人はさ結構多くて 48%、 もう半分ですね、そう、 48%、 はい、はい、で飲まない人は 39%、 年に 2,3 回飲む、これは付き合いだからもう飲まないにカウントしていいと思うよ、そう、ね、年に 2,3 回しか飲まないってことは、これは付き合いで忘年会、新忘年会とかの時はやっぱ飲むけど、ね、普段は飲まないってことやけど、これ飲まないに半々っていうことになるよ ね、うん、そうですね、半分ぐらいお酒を飲むってことですよね、うん、うん、お酒か、お酒もね、さっき言ったみたいにこう楽しくね、の場所、楽しい場所だからね、いいんだけどさ、先ほどの記事のやつもですね、そう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 、はい、まあいいんだけど、
あのね、まあ、アル中にならない状態のがいいんじゃないですかね。そうですね、はい、そこまでいったらちょっとダメだと思いますけど、うん、そう、はい、あとね、この平和、はいはい、平和、あの、ね、平和って書いてあってさ、はいはい、佐世保に核兵器があると思いますかってこれ、ね、結構なパーセンテージの人があるって言ってんだよこれまずいだろと思ってさ、ね、うちらんとこそんなことをやったらダメだって言ってんのにね、そういうことを言っちゃダメや。いや、その作る技術はあっても、うん、どこで実験すんのよ、うん、この狭い島国で。そうそう、島国でね、本当に、まあ、周りはなんかいっぱい監視があるのにさ、無理だよって思いましてね。まあこれ、うん、結構このなんかこのアンケート面白かったんで、ね、面白いね、それ。そう、皆さんね、突っ込みながらね、自分がその、あの佐世保の何パーセントにいるのかっていうのをね、うん、あの見ながらね、あの見ね、読んでみると楽しいと思いますね。はい、僕たちがね、あの趣味でもお金を使う人間でも佐世保人でも少数派ということがお分かりいただけたでしょうか、はい、そうですね、悲しいことですね、はい、うん、でもね、これからもね、趣味にね、お金をなるべく使っていきたいと思います、はい、ね、佐世保を活性化しよう。活性化しないそ、まあまあ、あのそのパーセンテージを見るとちょっと活性化は ね、厳しいかなと思う。6%くらいじゃなんないわね。なんないわな。ああ、これがね、あの2割3割の数値ならまだわかるんだけど ね、 ですよね、1桁未満だからね。はあ、まあいいや、しょうがない ね、 ね、これからもね、頑張っていこう。はい、はい、ひーちゃん、というわけでね、第28回がね、はい、ちょうど終わりまして、そうす、ね、終わります。はい、はい、次のね、29回でお会いいたしましょうかね。そうですね。はい、じゃあ、はい、さよなら。さよなら。バイバーイ。